はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証でございます。あれれ今になって東京地検が公明党元議員を事情聴取、なんかおかしくないというねこういう検証なんですよね。はい、これはですね、もう速報でございます。はい。2021年11月7日付読売新聞の朝刊、それから2021年11月7日付読売新聞オンラインに、その公明党元衆議院議員、元財務副大臣の遠山清彦氏を事情聴取したというニュースが、流れたわけなんですよ。はい。で、そのニュースなんですが、まず、この11月7日付、この読売新聞の朝刊の33面に、こういう記事が載ってるんですよね。遠山元財務副大臣の聴取っていうね、はい、こういう記事が出てます。はい。それから、インターネットのですね、読売新聞オンライン、はい、11月7日、午前2時に配信ってなってるんですけどね、独自、公明元議員の遠山元財務副大臣を任意で聴取と、融資仲介疑惑、現金受領の有無確認かというね、こういう記事がインターネットニュースで流れたわけでございます。はい。で、まあ、これに関してなんですけども、すでに、2021年の8月に、東京地検特捜部が衆議院議員会館の公明党衆議院議員の事務所を捜索に入ったと、まあ、家宅捜索、ガサ入れですね、に入ったというニュースがあって、2021年8月6日に、動画838、東京地検特捜部が衆議院議員会館の公明党衆議院議員事務所を捜索と。貸金業無登録の事業者の融資仲介に関与した疑いかというね、動画を一本上げております。はい。そちら、関連動画で下にリンクを貼っておきますので、そちらで、チェックをしていただければと思います。その他にも関連動画ありますんでね、同じく上げておきますんで、チェックをしていただければと思います。でね、この、東京地検特捜部が、衆議院議員会館の公明党議員の事務所にガサ入れに入ったのが8月の初めなんですよね。はい。で、今11月でしょで、なんで今頃になってですね、事情聴取なのかっていうことなんですよ。で、私もですね、この8月にこのガサ入れの、まあ、ニュースが流れたんでね、その後、まあ、9月か10月になんか展開があるんじゃないかなと思って、もう注目してたんですけど、何の音沙汰もないわけね。で、おかしいなぁと、どうなったんだろうなと思っていたんですよ。はい。で、まあ、この11月の頭になって、事情聴取っていう、まあ、ニュースが入ってきたわけですよね。だから、事情聴取だったらね、そんな、ガサ入れの、その、ちょっとね、翌月ぐらいにできるんじゃないですか？うん。もっと早い段階で、事情聴取だったらできたと私は思うんですよ。それがなんでね、11月まで伸びたのかっていうことなんですけど、実は、この2021年8月の事務所捜索、ガサ入れの時に、まあ、要するにですね、もう、衆議院議員総選挙があるって分かってたわけですよ。まあ結果的に解散で総選挙になりましたけど、任期満了が迫ってたわけですよね。それで、総選挙を控えて F 取りに熱を上げていた創価学会員がですね、選挙妨害だっつって騒いでたんですよ。ねえ、ガサ入れ入ったじゃないかったら、こんな選挙妨害だ、選挙妨害だ、ってね。なんで選挙妨害だって、もう、ね、騒いでたわけですよ。だから、で、今頃になってこうやってね、その、事情聴取をやるっていうことは、これ、なんかね、意図的に、その、事情聴取を衆議院総選挙の後に後回しにした。
じゃないかなっていう感じが、拭えないんですよ。はい。でね、これ事情聴取、まあ、別に逮捕されたとかするんじゃないからね、まだ。事情聴取だから、そんないくらだって、そんな、8月の翌日、まあ、9月か10月の翌日、できたんじゃないかなと思うんですよね。それがなんで11月に？おかしいですよ、これ。おかしくない？これ。どう思いますか？はい。ねえ、東京地検が自分で、公明党に遠慮して、要するに後回しにしたということになると、これは、東京地検特捜部が公明党にね、忖度したってことですよね。はい。これちょっとおかしいんじゃないですかね。はい。で、ないしは、法務大臣が、この指揮権発動したっていう可能性も捨てきれない？うん。その可能性だってなくはないですよね。はい。これね、よく、誤解してらっしゃると思うんだけど、検察っていうのは、その法務省の一部局なんですよね。だから、法務大臣は、その検察に対して指揮監督する権限を持ってるんですよ。だからまあ、基本的に、その、まあ、警察の捜査には、法務大臣は、普段はまあ、あまり介入しないというふうに言われてるんですよ。で、まあ、それは検察、捜査は検察に任せるというふうになっているというふうに言われてるんですけれども、まあ、この指揮権、というか、その、まあ、まあ、隠れ指揮権とかですね、いや、発動してるんじゃないかっていうのはもう、前からもう言われてますよね。これこれこういうふうにしろとかですね。要するに、それは、法律で認められてるっていうか、決められてるわけだから、別に指揮権発動を、すること自体はね、別にそれは違法ではないんだけども、ただね、こういうふうに選挙があるから、その事情聴取を後回しにしたっていうことになると、これはちょっと問題なんじゃないですかね。まあ、指揮権発動っていうことをですね、なんかこう乱用してるかのように、権力の乱用になるんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。まあ、これどう思われますでしょうかね。まあ実際にその試験が発動したかどうかわかりませんよ。だから、この一連の流れからして、その選挙の後にその事情聴取をしてるっていうところからしてですね、もう意図的になんか、東京地検が公明党創価学会に遠慮し忖度したか、あるいは、法務大臣が上からですね、その試験権発動して、それは選挙の後回しにしろというふうに言ったか、可能性が私高いんじゃないかと思うんですけどね。どうでしょうか。はい。だから、まあ、これについてはね、やっぱりお答えいただきたいと思うんですよね。いかがでしょうかね。はい。東京地検の方でもですね、まあ、法務大臣、当時の法務大臣ですね。はい。まあ、当時菅内閣でしたけども、まあ、今内閣変わっちゃいましたけどね。まあ、この点については、ちょっとぜひともお聞きしたいと。いうふうに思います。はい。というところで、今回は緊急のニュースが入りましたんでね。今になって東京地検が公明党元議員を事情聴取したっていうのはなんかおかしいんじゃないかと。別にもっと早くにやっても不思議じゃないんじゃないかという検証でございました。はい。まあ、要するにですね、その、9月とか10月にその事情聴取が行われていれば、もっと早く捜査が進展して何らかの結果が出てきた可能性もあるし、あるいは、その、そういう、その、公明党の元議員が事情聴取されたっていうことも踏まえて、有権者は投票行動ができたんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。こんな後回しにしちゃったら、それは、あれどうなったのみたいな感じで終わっちゃうわけですよ。ね。で、その、事情聴取されたとかっていうのは、投票行動には反映されないわけでしょ？
だからやっぱりこれおかしいと思うんですよね。はい。というところで、今回の検証はですね、この緊急ニュースについての検証をした次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。